静岡市内で特殊詐欺の被害が多発していることを受け、静岡南警察署が今週チームを発足しました。非通知の電話をブロックする機能を広め、詐欺の被害を減らす狙いです。特殊詐欺の被害がなくなるようにしていきたいと思います。静岡南署では今週特殊詐欺の被害を減らそうと新たなチームを立ち上げました。電話機対策に特化したチームの発足は県内で初めての試みです。静岡市内では今年に入って去年より18件多い54件の特殊詐欺の被害が確認されていて、被害総額は9520万円に上っています。ナンバーディスプレイとナンバーリクエストの高齢者の方に対する無償化というものが始まっておりますので、発足したチームが早速70歳以上の高齢者世帯を訪問。 NTT に電話して代わりに契約を変更しました。 NTT では相手の電話番号を表示するナンバーディスプレイと非通知からの電話をブロックする機能を今年5月から70歳以上の人がいる世帯に無料で提供しています。警察の方だったら分かってれば別に安心していられるからいいんじゃないかな。電話に出ないというのが一番の防犯になるということでですね、そこを狙っております。静岡南署では今後も活動を通じて周知していく方針です。